キラキラと輝くような力が。6番人気、2番ナリガトップロード。これ以上ない仕上がりですね。この子の最高のレースを期待している皆さん、ご安心ください。この12人の英雄が競い合って白熱しないわけがありません。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗グランプリウマ娘12番サクラローレル、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリウマ娘、5番成田トップロード、注目のここまで無敗グランプリウマ娘、2番成田トップロード、2枠2番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。向こう正面中盤に入っていく、期待通りの結果を出せるか。1番人気、12番サクラローレル、北サンブラック、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは北サンブラック、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番、そしてその後方には5番成田トップロード、2馬身差2番成田トップロード。第4コーナーカーブ、先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は相変わらず北サンブラック。続きました8番5番成田トップロード、3番手5馬身離れて2番成田トップロード、1周目のスタンド前にかかっていく、3馬身離れて3番、12番サクラローレル、この位置につけています。そしてその内から来たのは10番、そしてその外を回って1番、内から4番、そして外目を突き出しては里のダイヤモンド、7番サクラローレル並んでくる。最後方ポツンと1人、11番北サンブラック。先頭進みますが、これは正解でしょうか。北サンブラック、彼女の客室には合っていますね。第1コーナー回って第2コーナー、どんなに暗くとも明けない夜はない。ご来光ですね。順位を振り返っていきます。依然先頭は北サンブラック、続いて8番、2馬身3馬身開いて5番、成田トップロード、2馬身差2番、成田トップロード、12番、サクラローレル、ここにいた3馬身離れて3番、そしてその後方には10番、掴む、超える、飛び込む、反対に咲く、この日まで。少し離れて7番、サクラローレル、それを見るように里のダイヤモンド、後方2番手に4番、2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます北サンブラック。先頭は変わらず北サンブラック、すぐに続いて5番、成田トップロード、その後太陽マシン開いて12番、サクラローレル、4番手、8番、2番、成田トップロード、並んでくる。内で7番、サクラローレル、残り 1000m を通過、1馬身差3番、1馬身離れて里のダイヤモンド、2馬身差10番、さらには1番、3馬身差4番、ポツンと1人、11番、意気揚々と先頭行きます。5番、成田トップロード、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。みんなの期待に力をもらって駆け抜けます。頂点への道を。400を切りました。最終コーナー、最初に立ち上がったのは5番、ナビタトップロード、繰り下がる12番、サクラローエル、100を切った5番、ナビタトップロード、足色は衰えない5番、ナビタトップロード、リードは4馬身、強さを見せつけて5番、ナビタトップロード、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。英雄揃い踏みのレースを制したのは5番、ナビタトップロード。ファンも大歓声で祝福しています。2着は12番サクラローレル、3着は2番、成田トップロード。あともう少し、もっと頑張ろう。